あのさ、おっきいのがあれでしょ、総合博物館でしょ。そうですね。これですか。すごいね。またこれはさっきの講堂と違ってレトロ、すごいレトロだけど。入館料なんと無料で見学できるんです。じゃあこの後ぜひ見ていってください。行きましょう。行きましょう。はい。ありがとうございました。こんなもんでよかったんでしょうか。緊張してないですよね。そう、立場頑張って。はい。応援ありがとうございます。なんか距離感感じる。すごい距離感感じるの。佐藤さん、いろいろ絡んじゃってごめんなさいね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで北海道大学総合博物館へ。勉強がちょっぴり苦手なしばちゃんと愛理のためにこちらでも助っ人をご用意しましたよ。こんにちは。今日は。よろしくお願いします。北大総合博物館の首藤と言います。お二人を案内することになりました。よろしくお願いします。ここでは植物の研究をしています。いつも。そうなんですか。はい。植物。その辺に生えてる花をむしってこれは金粉だとか言ったりするような研究をしています。楽しそうね。植物をこよなく愛する首藤先生とともに館内へ。総合博物館は北大の研究成果など1万点に及ぶ学術資料を公開する無料の施設です。学部ごとに分かりやすく紹介されているんですよ。そうですね、マンモスの模型、よくマンモスで分かりましたね。マンモスって日本では北海道にしかいなかったのでご存知です。北だからですか。そうですそうです。こんなでかいんだね。マンモスと記念撮影できる博物館ってすごいと思いませんか？しかも無料。2人はすっかり博物館の魅力にはまったようでした。でここに僕が作った標本とかをパパって今置いてたりとかします、ね。色がだいぶこう色あせちゃってますけどね。これ先生撮ったやつですか？あ、そうそう。そうです。花が咲いてたらこうとりあえず抜いてるんですけど。いやそれだけ言ったら多分結構性格悪い人みたいになりますよ。あ、そうか。なんで始めたんですか？あ、いやそれはねあんまり聞いても面白くないと思うんですけど、昆虫の研究を最初やろうかと思って。昆虫の研究室にいたら、お前は成績悪すぎるから取らないっていう感じでこうなんか門前払いになっちゃったんでそしてこうどこの研究室行こうかなって思ったら、もう植物の先生が「じゃあうちに来なよ」って言うから、まあ、誘ってもらったしって思って行ったら、まあ、こうなってしまったということですね。そういう流れだったんですね。そうでそこの研究室で徹底的にこう引っこ抜き方を教わって。引っこ抜き方やっぱあるんですか？引っこ抜き方もありますよ。こうだからね、掘りの角度とかなんかこう指を切らないようにとか、そういうのもあるんだね。まああとあれですね、引っこ抜き方で一番重要なのは許可申請ですかね。許可を全然ダメなやつ。そう。